こんにちは、ゆっくり霊夢です。こちらは山口県岩国市の岩国市役所、岩国市民文化会館付近。岩国市役所は2008年に新庁舎が完成し、全面ガラス張りのかっこいい外観に、市役所1階にある食堂、チキネは職員だけでなく一般の方も利用でき、お手軽なお値段で定食、うどんなどが食べられるようです。明石屋通りを挟んだ向かい側にある建物は岩国市民文化会館、約1030人収容可能な大ホール、約140人収容可能な小ホール、楽屋、展示室、研修室などを備え、芸能人のコンサート、トークショー、美術展覧会などが開催されることがあるようです。白蛇が大きく口を開けたようなデザイン、と言われているようですが、実際のところはどうなんでしょう。昔から岩国では発火した青大将、白蛇、型の地域に比べて多く生息していて、幸運を呼ぶ神様として地域の人々から大切に扱われていたそう。環境の変化などから天然の白蛇の数は減少しているようですが、岩国市役所から西に約650メートルの岩国白蛇神社、錦帯橋の近くにある岩国白蛇の館で白蛇を見学することができますよ。岩国市役所付近の交差点で明石屋通りと拳通りが接続。明石屋通りを東に約350メートル進み、三笠橋交差点で左折して北に450メートル進むと岩国駅です。岩国警察署があって、JA 山口県岩国統括本部、岩国中央支所は2020年頃に建て替えられ、なかなかかっこよく、うぷ主好みの外観、公衆電話ボックス付近に設置されている市役所バス停には広島駅高速バスが停車し、市役所から広島バスセンターまで約1時間10分、950円、岩国駅、錦帯橋方面の路線バスは、明石屋通りに設置されている市役所バス停に停車します。今回は山口県岩国市の拳通りをプチ散策しましょう。明石屋通り、拳通りは通りに植えられている木の名称に由来するのかしら。岩国市科学センターは2026年にここから黒磯町の国立病院跡地に移転予定。ベルジェはケーキ、マカロンなどを販売するお菓子店で、ケーキは甘さ控えめで食べやすいとのこと。モンブランとショコラブランが美味しそうで気になりました。拳薬局、カメラの北村、セブンイレブンなどが拳通り沿いに並びます。拳薬局、病気を治すで。拳で。道路向かいの右側の建物に入居する、鉄板空間堂、というお店は、お好み焼き、卵焼き、焼きそば、とんぺい焼きなどのお料理を提供し、マスターの人柄が良いと評判。米よし水よし蒸気よし技もよし、贈り物にもちちちをどうぞ。マリフコーヒーは口コミ350件以上で岩国で人気の喫茶店。ネルドリップで旨味を存分に抽出したこだわりのコーヒーを提供。この日は黒毛和牛煮込みカレーをいただきました。ランチセットはサラダとドリンク付き。お料理はエッグサンド、ワッフル、カツサンド、カツカレーなども人気のようです。いやー、美味しかったわね。カツカレー、カツサンドは系列店、カツ服のカツを使用しているとのことで、次にマリフコーヒーを訪れる際はカツサンドを食べたいなぁ。この先は飲食店は少なくなり、仏壇店、コインランドリー、ホームメイト、整形外科などが並びます。黄色い外観の派手なマンションが目立つなぁ。映像右方向、拳通りより東側のマリフ町さん、6丁目は、スナック、クラブ、バーなどのお店が集まる歓楽街となっていて、岩国は米軍基地があるためアメリカ人相手のお店も多いからなのかはよくわかりませんが、色彩が派手なビルやお店が他の都市に比べて多いような感じ、夜の賑わいはどんな感じなのでしょう。プロマートはプロの料理人や食材にこだわる方向けの業務用食品スーパーで、一般的なスーパーでは見かけないような商品を販売しているとのこと。品揃えが良く、お値段が安めと評判です。岩国市公共食用安定所、ハローワーク岩国が左に見えてきて、この先の公共食用安定所前交差点で拳通りは終点。国道2号線と接続していて、左折して西に約200メートル進むとフレスタモールかじる岩国です。今回は山口県岩国市の拳通りをプチ散策しました。動画の感想、岩国、拳通りの思い出などがあれば、お気軽にコメントしてくださいね。東南はイタリア製の輸入家具を扱うお店で、大きなビルを構えているわね。ご視聴ありがとうございました。